てなわけで皆さん、明けましておめでとうございます。今年もノイズまみれの動画をオープンしていきます。新年早々メタな発言をありがとうございます。そういえば霊夢がいないわね。今回霊夢さんは神社が忙しくて来れないみたいですよ。あそこの神社が忙しいことがあるのね。そりゃあれでも神社ですからね、正月は忙しいんですよ。多分。でも霊夢さんの分、ゲストをたくさん呼んでいます。それで、今回は何をするの？では今回の企画を発表します。今回は、大晦日に放送された猫物語、黒、にちなんで、クラッシュゲームのポケットモンスター、黒、をしていきます。いいの、この企画。もちろんただやるだけではないですよ。今回はいくつかの縛りを加えていきます。縛りプレイ、はぁはぁ。いきなり下ネタかよ。まあいいじゃない。めでたい日なんだし。めでたい日だからこそダメなんですよ。まあいいですよ。縛り内容なんかは後で説明しますね。あと、視聴者様にお知らせです。ホラーゲームパート2ではコメントや質問を送っていただきありがとうございます。いただいた質問回答とコメント紹介は、ホラーゲームパート3でしていきたいと思います。今回も質問とコメントを募集してます。ほほほ、本当に寂しいわけじゃないんだからね。今年初めのツンデレイマルをありがとう。うるさいですよ。もう長ったらしいから始めますよ。それでは、ゆっくりしていってね。いきなりですがゲストを紹介しますね。ほんといきなりね。うるさい。では今回のゲストです。なんで私と、私なのよ。今回は猫物語、黒、にちなんで、猫と、吸血鬼です。そういうことか。一応納得しておくわ。画面が暗いついでに縛り内容を紹介しましょうか。まあ暗いのはオープン主がカットしすぎて尺がなくなったせいなんだけどね。静まりなさい。では縛り内容その1、クリティカルバッジの装備。このバッジは全てのポケモンのタイプがハテナになります。つまり効果抜群なんてもんがなくなります。そしてその2、ポケモン交換を禁じます。ただし1匹でもポケモンを倒されると無条件で交換しないといけないです。つまり弱いポケモンなんていらねえってことかしら。何そのポケモン廃人。ではその3、ステータスが上がるような技を禁止します。そして最後に、戦闘のポケモンを入れ替えてはいけない。黒い眼差し縛りとでも命名しとこうか。では始めますよ。まずはこの3匹ね。戦闘のリザードが主に戦うキャラです。そして後ろにいる、ドンとハチがサブですね。一戦目ね。おお、この BGM は、ルーミアさんのテーマのアレンジですね。ってことは次は私のテーマかしら。気づくのが早いですね。今回この BGM は、ステージごとに流れます。まあシリーズはバラバラなんですけどね。なるほど、だからチェンじゃなくて私なんだ。おりん、何回言った？別に、では再本戦ですね。タイプがハテナだから効果抜群も効果が今一つもないのね。そう考えるとすごい世界を作り上げたわね。どうしたのクラン？だって、もし魚に雷ぶち込んでも感電することもないのよ。草に引っ掛けてもちょっとしか燃えないのよね。確かに、火に突きかけても消えないのよね。いい加減この話やめますよ。フレアドライブは反動を受けるのよね。ちなみに威力は120で命中率は100よ。お前は何でも知ってるなぁ。何でもは知らないわよ。知ってることだけ。はい、言ってくれると思ってました。なんかパクリだ、とか言われそうだな。今更何言ってるのよじゃねえマル。人の名前を中二病みたいな言い方しないでください。失礼、噛みました。いや、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。いい加減実況するわよ。すみません。やっぱりタイプが関係ないって言われても相性悪いやつ出るとヒヤッとするわね。わかりますよ。さっきの裁縫は正直焦ってました。でもさすがにこいつは大丈夫でしょ。いやこいつなんかギガドレイン売ってるわよ。うわ、こいつめっちゃすやん。相手の体力を結構据えてしかも自分も回復できるこの技は危険ですね。とか言ってるそばからどーん。まあ所詮だしね。2戦目スタートです。誰が出てくるか楽しみだね。そして、こいつである。わーい、私のテーマだ。さすがに自分のテーマの時にやられないですよね。何そのプレッシャー。
でもさすがにこいつは大丈夫でしょ。確かこいつは、草タイプとエスパータイプだったはずよ。だから念力使えるのね。そして、安定のギガドレイン。あれ、こいつなんか強い。何しにかけているんですか。正直、次が草タイプならきつい。じゃあ水タイプ。落ち着いてください。今回タイプは関係ないんですよ。なんだ、またなんか可愛い顔してるじゃない。技はえげつないけどね。じゃあやられた。ここは8を出しましょう。そうですね、なんかあっさり勝てそうな気がします。あっさり勝てました。あっさりすぎてカットかよ。じゃあ草タイプ。なんかイメージですけど防御が硬そうですね。この技、相手を毒状態にできるんだね。毎回体力を削られるのはさすがにきついわね。こいつ、ラム飲み持ってやがった。すごいですね、もう一回毒状態になりましたよ。でも負けじと相手も、宿り木の種植えつけてきたよ。畜生、私なんかあんたら草タイプにトラウマ植えつけられているわよ。お、早い早い。うつ主か、今回は倍速が多いって言ってたよ。まあこんなグダグダなとこ、すぐ飽きるわよね。小笠さん、BGM が自分のテーマだったくせにギリギリ相手に勝利。うるさいわね、畜生。負けたからリザードは交換ね。そこはいらねえんだよ。ポケモン交換といえば空を飛んでいくわよね。イメージ画像がおかしすぎます。超越人力だ。わかる人少ないよ絶対。ナエトルを交換するんですね。一番役に立つかなと思ってね。では3戦目だよ。ナエトルの強さが鍵ね。相手はスカンプーですね。おいこいつ、何も覚えていないじゃねえか。アロマステージってどんな技でしたっけ？覚えてないわね。なんかネタを考えたけど全然思いつかなかった。そういえば、今回ネタ少ないですね。確かにね、いつもより本当に少ないわね。これ、少ない方なんだ。いつもは結構な数出てますよ。そういえばお姉ちゃんがすっごい楽しかったって言ってたわよ。そうですか、まあありがたいことですね。そろそろ勝つわよ。永遠に毒々と宿り木の種を出し続けたわよ。完璧に人選ミスですよね。そして相手はウッドベッカー。モノマネつながりですか。ジョーカーだー。今度はピエロつながりだね。私は何もないですからね。すまんな。私、エスパータイプ苦手なんだよね。使うのは好きなんですけどね。でも敵だときついですね。私はいつもエスパーみたいな人と一緒だから全然大丈夫ね。みたいなっていうか、もはやエスパーだよね。とか言ってる間に相手が引きって入れ替えましたね。私の周りに炎タイプもいるのよね。私の周りにはエスパータイプが多いわね。魔法使いと、吸血鬼と。昨夜さんは何でしょうかね。あれも、ちょっと寝るしエスパーでいいんじゃない。小悪魔さんもエスパータイプだし、メンリンさんは格闘タイプですね。やばい、そんな面白いわけでもない話してたらナエトルが死にそう。こいつは楽勝でしょうね。いややばいわよ。危ねえ、ギリギリだな。でもここでナエトル倒せたら交換できるわよ。そんなこと言わないでくださいよ。倒しちゃったけどね。てかアリスさんのテーマをガン無視してしまいましたね。では4戦目。おお、私のテーマですか。すぐ気づきましたね。相手は水タイプか。根には根を、葉には葉を、金には金を。なんだそら。いきなりネタが増えた気がしますよ。こいつ、スキンヘッドじゃない。正直、危険な気がしますよ。おお、早い早い。あんたそれ言いたかっただけでしょ。こいつもともと防御力高い気がする。また聞きって買いやがった。縛りプレイといえばって感じのやつが出てきたわね。でも、敵だったらこいつ跳ねるしかしないわよ。なら安心ね。でも時間はとてもかかりますよ。いい加減録画時間を短くしないと危険ですよ。いろんな意味で、単発なのに前半と後半に分けないといけなくなるのよ。仕方ないじゃないですか。あっさり勝っちゃったわね。でも、意外にもまだ2匹いるんですよね。こいつはさっきダメージ与えているから安心ね。そこで気を抜いてはいけませんよ。そうね、案外強いかもしれませんよ。人食い帳とか殺人レコードなんかをばらまいて世界征服をするかもよ。さすがにそんな回りくどいことはしないと思いますけどね。
人間爆弾なんかもありえるかもね。頭の中に爆弾か。ありえませんし、博士も殺さないでください。てか、案の定黄色になってるじゃない。でも倒せたことは倒せましたよ。さっさと終わらせたいよ、ほんと。よりによってまた作業ばっかりさせそうなのだな。ナエトル、お前はどうもできないよ。こいつ確かめっちゃ防御力上げるんだよね。まだカラサリスだったらよかったのに。あまり変わらないじゃないですか。進化させたら違いだらけですけどね。私はアゲハントよりバタフリーの方が好きだな。別にどっちでもいいじゃない。マユルドの特性のせいで毒状態になりにくいみたいですね。こいつ、どんだけ私に作業を続けさせれば気が済むのよ。しかも、食べ残しを持っているという鬼畜さ。わ、私とキャラ被ってるじゃない。大丈夫です、さすがにこれとは被ってないと思いますよ。こいつどんだけの量食べ残してんのよ。お残しは許しませんで。いただきます。ルールでよ。なんでまだ終わらないのよ。もう無理だよ、さすがにネタ尽きたわ。大丈夫、多分あと一撃だよ。いやダメだ、こいつまだ残してやがる。お残しは許しまへん。同じネタしようとするなよ。やっと倒せた。このナエトルの横顔がだんだん腹立ってきたわ。では前半最後の5戦目ですね。この BGM は私のテーマね。いきなり作業キャラ登場しやがった。特性が脱皮で硬くなるなどを使ってきますね。食べ残しは持っていてほしくないわね。トランセルの硬くなるってなんか下ネタに聞こえねえよ。聞こえてたまるか。またこいつのせいで時間食うわね。いい加減しないと今日もみじたちと初日の出見に行く予定なんですよね。そういえば私も悟り様たちと行く予定なんですよね。私もお姉ちゃんたちと一緒に行く予定なんだよね。あんたは多分行かない方がいいわよ。大丈夫、もし消えそうになったら昨夜の影の中に入るから。完璧に忍ちゃんじゃないですか。そんなこんなでここまで追い詰めたわよ。やはり脱皮が面倒ですね。毒で、大半の敵を倒してきてるからね。今更だけど、安定の食べ残し。そして、ここで尽きるトレーナー。いかにも硬そうなやつ来たわね。さすがにこいつは脱皮しませんよね。私、まだ初夢見てないのよね。多分、ここにいるみんながそうですよ。初夢の前にナスが見れるとはね。おい、なんか言ったか猫。ごめんなさい。あの顔、夢に出てきそう。砂嵐が厄介ですね。でも、タイプがハテナだから自分にも当たってるねー。かわいいねー。かわいいねー。あんたらがバカしてる間に勝ったわよ。次の相手は、猫。さて、やるでーす。やめなさいよ、ちょっと。ちょっと。あんたらいい加減静かにしなさい。すいません。こいつ、なんて一撃してんのよ。あかん、死んでしまった。安心せえ、こっちにはドンがいてはるんやから。ドンが一発ぶちかましてくださりますよ。そんなに強いもんだったっけ？あっさりでしたね、ほんと。トランセルも。トランセルオッツ。それでは後半に続きます。多分。